プリマベーラは日本の二人組イリュージョンマジックユニット。大掛かりなイリュージョンからクロースアップマジックまでこなす本格的パフォーマンスの実力派ユニット。2011年には日本記述協会ホップ賞を受賞し、女性としては珍しい本格派イリュージョンユニットとしてメディアでも注目される。マジック以外にもコロンビアレコードから CD メジャーデビューし、 TV アニメのエンディング曲もリリースするなど、マルチな活動もこなす。近年は、師匠であるマジシャンのメガスと一緒にチームを組み一緒に、テレビやステージにも出演している。2006年9月にユニット結成以来、メンバーの加入、卒業を繰り返していたが、近年は、三オチカの2名で活動をしている。師匠であるメガスは、結成間もない頃から、 プリマベーラの指導を行っている。メンバーそれぞれの芸名は原則としてプリマベーラとしては下の名前をアルファベットで個人としては名字名前で活動している。軍部マジックの華麗な共演2011年5月27日ガールズマジシャン VS サラリーマジシャン2010年12月10日オシャレマジックミラクルステージ2010年6月11日 マジック界に新風。ガールズマジシャン登場。2009年2月20日など多数その他、ショッピングモール、展示会ステージ、企業イベントなど多数出演1期2期3期5期7期8期。当時の選抜ユニットであるプリマベーラ S が結成され、2009年4月22日に、毎日が奇跡。で、コロンビアレコードより、CD デビュー。東京チームのゆずき、りな、ちか、みお。 シミナで構成されたユニット。2011年3月28日にサンシャイン坂へのサンシャインスタジオで行われたプリマベーラ名古屋月1ライブで初を広め、当日は東日本大震災の募金活動も行った。服装は五色カラーで決められ、ゆずきは緑色、りなは青色、ちかは赤色、みおは黄色、すみなはピンクのブルザーを着ておりむねには、 各頭文字のイニシャルワッペンが付けられていた。また、ブレザーとスカート下は、ランニングシャツと短パンの夏用の衣装が仕込まれていた。ミオと地下で結成されたユニット。株式会社エックボックスが運営していた、アミューズメント施設、ビバーチェの PR キャラクター。ありがとうございます。